ますしね。え？ちょっと目つきは鋭いですが、見慣れると隠れイケメンで、ついでに背が高くて細マッチョ。そう言われるとまあ確かにそうなのかも。何より堂々としていますから、大人に好かれるタイプなんでしょう。自分の子供も面倒を見てもらって、若い男子とお話できるなら。彼にファンがつく理由は分かりましたが、桜井君の方はどうなのでしょうか。人妻、年上が好みとか。大丈夫ですよ、彼は年上キラーとかじゃないです。彼のは天然ですから。そうなんですか。安心してください、娘さんとも仲良く楽しく働いてますから。そうですよね。私ったら何を考えて。恥ずかしいわ、忘れてください。コーヒー豆ですか。花、お母さんそろそろ帰るから。先輩もやっぱ熟した大人の方がいいですか。あら、やっぱ全体的に豊かっていうか。豊かって。あんまりやりすぎると眠れなくなるくらい興奮するし。じゃあうちので試してみます。ちょうどここにありますし。そのうちじっくりと味わってみるか。